か飲んだからって筋肉がすごいすごいつくとかそういうのではなく、根本的にプロテインとは何なのかっていうのを教えていただきたいです、はい、例えば髪の毛とか爪、お肌とか血液、内臓は全部タンパク質から作られているので、その材料1日に2回片方をホエイにして片方をソエイにしてとか、そういう飲み方をしてみたいなって思いました。はい、皆さんこんにちは。栗原ジャスティンです。普段ライフスタイルモデルとして活動していて、今年からシェレンフィットという女性のためのフィットネスコミュニティを立ち上げました。普段皆さんにたくさんトレーニングだったりとかを教えています。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。 DNS 栄養士の田中と申します。普段は DNS のブランドサイトで記事を更新していたり、チームサポートで栄養管理だったり食事の指導を行っています。よろしくお願いします。で、今回は多分結構私のコミュニティ内でもたくさん質問が来るんですけれども、プロテインって一体何なのとか、飲むことによってどういう効果があるのとか、筋肉がつきすぎちゃうんじゃないのとか、多分やっぱり世の中ではいろんな情報がありすぎて、一体どれが正しいのかとか、多分なかなかちょっと複雑になってきて分かんないんじゃないのかなってなったので、一回ここでシンプルに皆様に分かりやすく、プロテインとは何なのかとか、栄養についてとか、そういうことを話していきたいと思います。で、私のコミュニティ内で早速もう皆さんに質問をいただいて、それでそれについて今回は田中さんにお答えしていただこうと思っています。よろしくお願いします。お願いします。で、まず最初にやはり来た質問が、そもそもプロテインって何っていう質問です。で、飲むことによってどういう効果があるかとか、そういうやっぱり質問が来ていて、根本的にプロテインとは何なのかっていうのを教えていただきたいです、はい、ありがとうございます。プロテインは、タンパク質の英語で訳したもので、プロテインそもそもはタンパク質になります。はい。で、飲むことでどんな風に効果があるかっていうと、例えば髪の毛とか爪、お肌とか血液、内臓は全部タンパク質から作られているので、その材料として成り立っています。はい、はい、なのでプロテインとはタンパク質なのでそうです。何かはなんか飲んだからって筋肉がすごいつくとかそういうのではなく、はい、栄養素になります、で、次の質問、次にいただいたのは、1日に必要なタンパク質量はどのぐらいの食事で一体取れるのかっていう質問になります。はい、例えば、お魚だったらとか、あと大豆だったらとかで教えていただきたいです。はい、ありがとうございます。タンパク質1日どれぐらい必要かっていうところで言うと、運動を普段しない方であれば、およそ 1g ぐらいを、体重かける 1g ぐらいを取る。はい、で、運動をしているよ、普段から日常的に運動しているよって方であれば、体重かける 2g を目安に取るイメージになります。はい、はい、で、どれぐらい取ったらいいか。そうですね、大体例えばお肉とかお魚だったら、はい、それでどのぐらい運動しているとしたら大体、はい、体重かける 2g を1日に取ろうっていう方であれば、お肉 100g 取れば大体 20g ぐらい1回で取れるので、そのまま体重50キロの方であれば1日にタンパク質必要量 100g ぐらいになるので、はい、お肉 100g のでタンパク質で 20g かける5とかだから、500g ぐらいはお肉だけで取らなきゃいけないかもしれない。あ、はいはいはい、お肉で取るとしたら大体、私は今55キロぐらいだから、500よりちょっと取らないといけないから、1食例えばお昼と夜にお肉を食べるってなったら、お昼に200、夜に200プラスもうちょっと取らないといけないっていう感じですね。そうですね、分かりました。
お豆腐だったらさらにってことです、ね、お豆腐だったらさらにです。 100g 絹ごし豆腐だったら 100g で 5g ぐらいしかないかな。もっと必要になります。あ、そっか、そうですね。で結構なんか、他の質問でもいただいてるんですけども、まあ、もちろん食事で取れるのが、うん、多分ベストだと思います。でも今の量がやっぱり毎食ね、普段生活してて仕事してで運動してってなると結構多分時間がもうなくなって、それでしっかりねそのぐらいのお肉を取るってなったらなかなか時間的にも大変だったりとか、うん、毎食作ってねってなったら時間が大変になってしまって多分、足りなくなってくる方が、うんね、24時間の中で多くなってくると思います、はい、でその足りなくなった分をプロテインで補うっていうのが大切だと思います、はい、で次の質問です。まずは種類が多くて選べないっていう質問があるんですけど、はい、どのなんか例えばどのような基準っていうのかな、うん、なんか選ぶ例えばポイントとかがあったら、はい、ぜひ教えていただきたいです、はい、ありがとうございます。プロテインいろんな種類あります、うん、ホエイプロテインだったりとかカゼインの含まれるプロテイン、あとはソイプロテインみたいなもので、うん、はい、いろんなものがあるんですけれども、まあタイミングとか自分の体質によって使い分けしてもらったらいいかなっていうところと、はい、まあ、一番はもう内容は1個置いといても味とかも大事かなと思う。美味しくないと飲めないのかな。確かに、はい、ある程度タンパク質しっかり入ってるいいものって分かってたら、うんうんうん、次はもう味って好みで選んでもらったらいいかなと思います。田中さん好きな味とかってあるんですか？私はDNS 行くとプロテインホエイ100の抹茶が好きです。あ、美味しいですよね。本当に本当に抹茶の味ですよね。基本的にベリー系に行っちゃうんですよね。今日ここにはないのかな。ストロベリー、いちごミルクとかもありますよね。そうそうそう、ベリー系が私はすごい好きです。美味しい。で飲むタイミングと、はい、まあ、量、はい、ぜひ教えていただきたいです。はい、プロテインっていうと運動後だけっていうイメージあるかなと思うんですけど、うん、運動後だけじゃなくてもうタンパク質というもので見てもらったら、例えば朝ごはん少ない時とかバランス悪い時とかに代替というかプラスオンするアイテムとして使ってもらったりもいいと思うし、はい、3時ぐらいとかにお腹空いちゃって何か食べたいなっていう時に合間に入れるのもありかなと思ってます。あ、はい、はい、なので、そう、ちょうどなんか質問で、うん、はい、なんかプロテインなんかおやつに飲むといいって聞いたんですけど、糖質がありすぎて、例えば多分ダイエットしたい方にとって痩せたいから、はい、プロテイン飲んでいる、うん、まあ、筋肉つけて多分燃焼を良くしてっていう、はい、でも糖質が多すぎると逆に太っちゃうんじゃないかなっていう心配の声がいただいてます。はい、まあ、プロテインは、タンパク質吸収するときに糖質と一緒に摂った方が吸収率上がったりする。あ、そうなんだ。からちょっとの糖質は必要で、まあ、物によって製品によってメーカーさんによって糖質が確かに多いものもあるので、商品の裏側見てもらって成分表に糖質量がやたら多くないかなみたいな、タンパク質がしっかり取れてるかなとかっていう風に見てもらって選んでもらうのが一番いいかなと思います、はい、あ、そうですね、うん、まあ、さっきのあれですね、飲むプロテインの選ぶポイントでもそれもいいかもしれないですね。もし痩せたいなとかいうなんかダイエットで使いたいなっていう方は、うん、糖質が入りすぎてないかっていうのもチェックポイントです、ね、はい、DNS には、ね、はい、ストイックっていう本当に本当に糖質、ね、極ギリギリまで下げてて味もほとんどないようなそうそう、はい、というのもあります。で次の質問になります、はい、プロテインとアミノ酸の違い、うん、はい、教えてほしいです。ありがとうございます。プロテインとアミノ酸ってなんかいろいろ商品として売ってると思うんですけど、そもそもプロテインはアミノ酸がいっぱいくっついてなってるものなので、アミノ酸がいっぱいくっついた状態がプロテイン、タンパク質です。でそのプロテイン、タンパク質が体の中で吸収されて細かく分解されていくとアミノ酸になるので、あ、そう、はい、アミノ酸が集まったものがプロテインです。へ、じゃあ、うん、プロテインとアミノ酸を飲むっていうのは、はい、どういうことになるんですか？
アミノ酸は、プロテインは20種類のアミノ酸からできてるものなので、プロテインを取るといろんなアミノ酸が複合的に入ってきて、ね、アミノ酸で取るとその20種類の何かを取ってるとか、なんです例えば BCA 取ったら、はい、バリン、ロイシン、イソロイシンっていう3種類のアミノ酸を取ってる。あ、そうなんですね、はい、なんでなんだろうな、プロテインであれば総合的に取れて、アミノ酸は細かい種類で単体的に取れるような。じゃあプロテインの中のさらにここのアミノ酸が取りたいってなったら BCAA、はい、結構私トレーニングする前に BCAA 飲んで、うん、でトレーニングして終わった後にプロテイン飲んでっていうやり方をしてるんですけど、それは、はい、グッドです。あ、いいやった、はい、であとタンパク質だけじゃなくて他に取った方がいい栄養素、例えばビタミンだったりマグネシウムなどのサプリメントは必要か、例えば食材でまんべんなく食べていたら必要がないものなのかっていう質問で、多分まあこの場合はどのぐらいの食材を食べればそれらが必要ないかとか教えていただきたいです。ございます。タンパク質自体は先ほどお話ししたみたいに体重かける2g を1日に目安っていうところと、でプラスでオンするビタミンとかだと野菜でいうと、1日に 350g って言われてます、はい、どれぐらいかっていうと、ね、生野菜だったら両手に3杯分だから1食あたり1杯 120g ぐらいを取る目安です。なのでこれだけが取れてればいらないかなと思うんですけど、ビタミンとかマグネシウムとかプラスのサプリは、はい、まあ、これが普段の食生活で難しいなって方はプラスオンしてあげてビタミンとか入れてあげられたらいいかなと思います、うんうん、はい。じゃあ例えばマグネシウムとか、うん、あと他に何か必要な、例えばこれは普段から、まあ、全部大事かな、 なんかどれが大事っていうよりはもう本当全部大事なんで、いろんなものをいろんな風に食べてもらうのが一番いいなと思うんですけど、はい、うん、で例えばトレーニングする女性にとって、うん、タンパク質以外にこれはっていうのありますか。例えばタンパク質も取ってると思うので、はい、それをじゃあさらに体の中で代謝、うん、効率をよく使うためにっていうと、うん、ビタミン B 群が大事かなと思います。で例えば B 群で言うと特に B6 っていうのがアミノ酸の代謝とかに作用するので入れたいです。じゃあ何に起こすの赤身の魚、カツオとかマグロとかにも含まれてたりするので、お魚食べてもらったり、あとはバナナとかにも入ってるので、運動前に補食とかで食べるバナナもいいかなと思います。もういいかなと思います。あ、そういうことなんですね、うん、あとはビタミンの B12 っていうのが、うん、血液を作る材料、はい、いいですね、なったりとか、それもアミノ酸とかタンパク質の合成とかにも作用するのでいいかな。でそれが例えばレバーとか、はい、脂身の少ない豚ヒレ肉とかささみ肉とかに含まれているので、うんうんうん、そういうのを食べてもらえるかなと。すごい分かりやすい、すごいいいですね。じゃあ次、はい、今のところ多分結構運動して栄養をとってをしているので、次に、筋肉痛が残っている回復に、はい、大事な栄養素とかプロテインだったり、プロテインがそれに大事なのかとかぜひ聞きたいです。ございます。筋肉痛当日であれば、運動直後とかであれば、うん、まず、運動中に消費したエネルギーを補うために糖質源をしっかり入れてあげたいです、はい、で、まあ、筋肉の材料になるタンパク質もしっかり入れてあげる、うんうんうん、でその上で筋肉痛残っちゃうよって方は、うんうん、EPA っていうお魚の油、はい、青魚、サバとかサンマとかに多く含まれてる油は、炎症を抑えるのを助けてくれたりとか、血流を良くしてくれるので早く治るよっていうので、いいですね、やってみよう、うん、あと例えば、朝結構朝の食事に悩む方っていらっしゃると思うのでちょっと聞きたいんですけれども、朝にトレーニングする場合、例えば、ダイエット目的で朝トレーニングしたい方、うん、まあ、その前に食べる朝食、はい、
か、例えば、まあ、それで必要なものとか、それか逆に朝例えば運動してから朝食を食べた方がいいのかとか聞きたいです。そうだな、運動の内容とか量にもちょっとよるかなと思うんですけど、うん、空腹で運動してると筋肉分解してエネルギー作ろうとしたりするっていうのもあるので、筋肉をしっかりつけて上で、まあ、運動するしないと代謝も落ちちゃうので、そういう意味では少しエネルギーいっぱい食べなくていいので少し食べてから運動した方がいいかなっていうパターンと、もう走ったりとかでちょっと燃焼させたかったら、まあ、そんなに極端にいっぱい入れないで、まあ、ちゃんとお水とかある程度ね、ものを飲んだ上で走ってもらって、まあ、その後体に材料入れるっていうのもありかな。あ、OK です。いいですね。たまにそれ悩んでる方を見かけたり、まあ、私自身も実際どっちなんだろうと、ね、トレーニング内容によって変えてもらったらいいかなと思います。はいはいはい、じゃあ次に、ホエイプロテインだと肌荒れしやすい気がします。で、ソイプロテインに変えてから落ち着いてきたので、このなんか関係性聞きたい。はい、ホエイプロテインだけじゃなくて乳由来、ホエイプロテインって牛乳由来なので、そもそも乳製品を取ったりすると、はい、あれが出ちゃうよとか体質とかで、あとお腹下しちゃうよとかって方も、ね、はい、いらっしゃるので、まあ、体質とか相性なのかなっていうのが一つありますので、まあ、それで実際にホエイプロテイン飲んで肌荒れニキビとか出ちゃったよって方は、まあ、避けた方がいいかなっていうところになるので、はい、でソイプロテインでその方大丈夫だったとおっしゃったので、はい、ソイプロテインに切り替えていただくのいいかなと思います。そうですね、それが合ってるってことですよね。はい、合ってるのかな。で、多分最近ホエイプロテインがあったりとかソイプロテインがあったりってあると思うんですけれども、はい、その違いを教えていただきたいです。はい、ホエイプロテインは牛乳由来、乳由来のタンパク質で、ソイプロテインは大豆、ソイなので大豆由来の植物性のタンパク質源というところですね。はい、でなんかそれ例えば結構日本だったら最近、うん、なんかソイプロテインは女性用っていうイメージが結構出てて、はい、まあ、女性用っぽいパッケージだったりとか、優しい感じ、なんかダイエット目的とか、うん、そういうイメージが結構強いんですけれども、実際そのソイプロテインとホエイのそのなんか男女差とかってあるものなんですか？なんとなく市場のイメージでそれすごくあるんですけど、まあ、DNS としてはその差はないというふうに考えていて、はいはい、まあ、ソイプロテイン、大豆タンパクもホエイタンパクも同様に筋肉作るのには有効なタンパク質源ですよっていう考え方をしています。はい、なんか例えば選ぶポイントとしては、うん、まあ、もちろんその先ほどの、乳製品だったら肌が荒れてしまうとか、はい、合わないっていう方がいらっしゃったりとかいると思うんですけど、はい、その他で例えばホエイ、なんとなく私が聞いたのはホエイの方が吸収が早いとかソイの方がゆっくりとか聞いたんですけど、その辺の違いって何か、はい、あるんですか？ホエイの方が吸収が早いかなっていうのは、まあ、ずっと言われてるものなので、うんうん、まあ、運動後とかであればホエイがいいかな、うんうん、吸収が早い。あとは、ソイの方は腹持ちがいいっていう特徴、ゆっくり吸収されるってことは腹持ちがいいっていう特徴もあるので、間食とかで使ってもらうのもいいかな、そのおやつだったりとか、うんうん、朝食の機会に使うとか、まあ、実際に運動直後に摂るタンパク質がホエイであってもソイであっても筋肉が作られる量というか、うんうんうん、はい、材料になる量としては大差ないっていうのがもう今出てるので、まあ、実際運動後どっち飲んでもらってもいいんですけど、はいはい、まあ、例えばその腹持ちがいいっていうところでは間食とか朝食の機会みたいな使い方、あとは寝る前に飲むとか、いいですね、はい、っていうのもありかなと思います。いい、本当ですね。ホエイもソイもそんなにプロテイン量が、はい、そうなんです、同じように取れるようにいい、ね、はい、設計しているので 24g、 ホエイ100だったら 24g で、ソイでも 24g、 タンポン 25g っていう感じ、はい、タンパク質量が、そうなんだ、以上かな。すごい分かりやすかったです。よかったです、今回お話聞けて。皆さんいかがでしたか？分かったかな？
BMS からついにソイプロテインが出ました。しかも見てここ、プロテイン 25g、 すごくないですか。はい、たっぷり入ってますね。結構ソイプロテインって多分今市場にいっぱいあるんですけれども、なかなかねここまで入ってるのってないですよね。はい、飲み方にもよりますけど、うん、15g ぐらいとかで、うん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 、ここまで入ってるのは本当にないので、ね、DNS の力入れたところになります。ね、すごいですね。はい、ちょっと飲んでみたいなと思います。はい、お試しください。ありがとうございます。うん、飲みやすい。ありがとうございます。ザラつきとかをかなり抑えて、はい、あとは苦味とかも極力抑えたような設計になってます。あんまりないな。私あんまり豆乳ってそんなに飲めない方なんですけど、これは全然なんかあのモワッと感があまりない。もやもなんかもぞもぞした感じとか粉っぽさみたいのも少ないかなと思う。全然飲める。はい、例えばまあ分かんないけど、私が今回 DNS からあのソイプロテインが出るって聞いて、で結構なんか私的に普段あのホエイプロテインで全然お腹が壊したりとかしないタイプで、はい、全然なんなく食べてたのでだけどなんか確かにソイプロテイン、あのホエイだけじゃなくて、例えば寝る前にソイ入れるとか、朝食に飲んでみるとか、はい、なんか1日に2回片方ホエイにして片方ソイにしてとか、そういう飲み方をしてみたいなって思いました。ありがとうございます。タンパク質は動物性と植物性、うん、両方入れてあげた方、バランスよく入れた方がいいので、あ、はい、そうなんだ。のでお肉が多い方とかだったらプロテイン入れるのはホエイよりソイとかっていうのもありかなって。確かにそうですね。はい、確かに食事でね結構お肉とか食べてるなら、はい、こっち使うとか。確かにいいですね。皆さん今回いかがですとか、結構ねあの普段から多分いろんな情報があって、タンパク質って一体何なのかとかいろんな疑問があったんですけれども、結構かなり今回のこの VTR で分かりやすくなったんじゃないかなと思います。私自身も結構分からないところがあって、結構その分からなかったなんか空白の部分が埋まって、あ、そういうことかっていうのが分かって、これからなんか食べるときに例えばなんか赤身を入れたりとか青身魚入れたりで、それでなんかあのタンパク質このタイミングで入れたりとか、そういうのをしっかりともっと意識して、ちゃんと知識を持った上で飲めるようになったなと思います。なので皆さんもそういう風に感じていただけたらすごく嬉しいなと思います。結構トレーニングするとなんか男みたいになるとかプロテイン飲むと男みたいになるとか、やっぱそういうね噂が入ってくると、運動しづらくなったりプロテインが飲みづらくなったり、でもやっぱプロテインって先ほど言ったように髪の毛とか内臓にまでね、はい、すごい大事な栄養素だから本当に抜いてほしくなくて、私的にはで、やっぱり先ほど言ったように食事でしっかりとタンパク質取るのって結構な量を食べないといけなくて、でそれがやっぱできないと毎日どんどん足りなくて、その足りないのがどんどん蓄積されて栄養素が髪の毛まで足りないとかそうなっちゃうから、なんかそういうなんか、なんか悪い噂っていうのかなになんか紛らわされないでしっかりと栄養を取っていただきたいなと思います。そしてこの度 DNS さんからクーポン券いただきました。こっちかこっちかどっちかにあるぜひねあの下に URL も、はい、あの書いてあるので、そちらからねクーポン券入れて、ぜひねこの度お買い得になっているのでゲットしてみてください。皆様がねよりね運動を楽しんで栄養もしっかりとって、私的にはしっかり運動することによってエネルギーを使い、しっかりと食べてエネルギーを入れて自分でエネルギーの流れを作っていくっていうのがすごい人生において大事だと思うから、皆さんもそこにしっかりとね意識を持って生活してほしいなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。